皆さん、こんにちは。昭和天皇と香淳皇后の第三王女子、高司和子様。降下後の不遇な出来事も乗り越えた59年の生涯に涙が止まらない。今日は、高司和子様のことについて紹介します。まずは、高司和子様の経歴とプロフィールから紹介します。1929年9月30日午前6時16分、宮中において昭和天皇と香淳皇后の第三の女子として誕生。御七夜の10月6日午前9時に浴場の儀、午前11時に命名の儀が執り行われ、皇宮和子と命名された。誕生時には当初、親王誕生と御報されたため、皇太子誕生を待ち望む人々はかえって落胆したという事件が起きた。前年1928年3月に第二王女、久宮裕子内親王が夭折したばかりであり、裕子内親王と同じ9月生まれで容貌も似た和子内親王の誕生を、母皇后や子宮成子内親王は非常に喜んだという。学齢期以降は、子宮、舞宮と共に呉竹寮で生活する。1946年1月1日、昭和天皇の人間宣言と同時に、天皇と和子内親王の写った写真が公表され、当時最年長の王女であった和子内親王は、天皇の人間的、家庭的イメージ創出に不可欠な存在であった。1946年から来日し、弟慶久明仁親王の家庭教師となった米国人作家イージー・バイニング夫人に、香淳皇后の希望で、英語のお稽古として夫人宅を訪問し、英会話を習い米国文化を体験した。1948年に学習院女子高等科を卒業後、香宮は元侍従長、百武三郎邸で花嫁修行をし、学習院女子研究科へ通学した。すでに家族制度が廃止されており、花嫁修行は庶民としての生活修行であることを意味したため、和子内親王は母校の教えを守って都電を利用するなど、何事も自分でするよう心がけていた。女子高等科卒業後から、戦前と世相が大きく変わる中で、和子内親王がどのように降下するか、大いに関心を集めるようになる。宮内庁も百武屋敷での和子内親王の庶民的な生活ぶりを取材させ、マスメディアも百武家の状況には触れず、庶民的な逸話を好んで取材しては報じた。1949年9月、京都の地方紙と新聞は、和子内親王と従兄にあたる大谷皇章との縁談を報じ、さらに11月23日の読売新聞は婚約が決まり、大谷かも前向きな意向を表明していると報じた。秋の間、婦人雑誌は和子内親王と従兄の婚約の話題で賑わっていた。しかし、バイニング夫人は、見合い結婚ながら皇宮に拒否権があった、としている。また、近親婚を避けたい天皇の意向もあって、読売新聞後の報道以後、縁談は断ち切える。同時期に明治神宮宮司、高司晋助の長男、利通との縁談が持ち上がる。しかし、利通の写真を見せられた。内気な性格の和子内親王は当惑した。香淳皇后は娘の気持ちを汲み取って、お見合いや交際を進めた。高司晋助と皇太后がいとこ同士であったことから、利通は皇太后の居所である御宮御所に参上することとなり、そこで和子内親王と面会を重ねるうちに、打ち解けた話もできるようになり、互いに好意を抱いたとされる。翌1950年1月2日に高司利通との縁談について昭和天皇の了承を得ると、1月20日に高司は田島道次宮内庁長官に受諾の返答をし、1月26日に宮内庁長官官邸にて和子内親王と利通の正式な見合いを経て、同日、婚約内定が発表された。ただし、正式な祭歌は2月1日である、戦後初の内親王の降下であり、また相手が元公爵家の嫡男ではあるが、現在は平民のサラリーマンであることでも話題になる。これは、米国でも天皇の王女、月給20ドルのサラリーマンと結婚、との見出しで報じられた。しかし、バイニング夫人によれば、それでもなお利通と和子内親王、
そして天皇皇后とはほとんど面識がない状態だった。同年3月3日午前10時に納采の儀が行われ、正式に婚約した。婚約中も利通が皇宮が姉妹と暮らす呉竹寮を頻繁に訪れるなど、姉東国重子よりもはるかに自由な交際であることも大きく報じられた。婚約者とはいえ、未婚の皇族女子が男性とのツーショット写真を報じられることも画期的であり、二人の仲睦まじい逸話が広く流布された。こうして従来通りの見合いであるにもかかわらず、恋愛面のイメージが強調されていった。マスコミ報道を避けるため、和子内親王は定期的にバイニング夫人宅に英語の稽古で通っている機会に、利通も同じタイミングで夫人宅を訪問して二人の時間を楽しんだ。バイニング夫人は二人がロマンチックな気持ちで恋に落ち、似合いのカップルであったとしている。和子内親王は皇族妃であった姉東国重子と異なり、嫁入り道具の食器もはるかに質素で少なく、その分の金額を利通と二人で楽しむレコードやラジオに使いたい意向であり、父天皇も娘の堅実さを喜んだ。婚約中は和子内親王が主催して大小座間踊り品パーティーが開かれた。バイニング夫人やその秘書高橋種のために開いた内輪のパーティーでは、利通が作曲した歌曲を和子内親王や妹宮たちが歌い、また明人親王も清宮を英語で祝福して上座を譲った。恋愛要素のある結婚は当時の人々の憧れであり、敗戦から立ち直った豊かな生活のイメージを和子内親王に重ねた。和子内親王は若い女性の象徴として扱われた。しかし宮内庁や高司夫妻がアピールしたいのは質素さであった。例えば和子内親王の嫁入り道具一式の目立つ位置に宝器とちりとりが置かれていた。また夫妻が豪奢な洋館に住むと報じられたことについて、利通自身が新聞の投書欄を通じて月収と見合わないことを理由に否定した。和子内親王の一時金は487万円であり、これが戦死者遺族1万人分の手当であることにも批判があった。一方で王女の庶民ぶりに対する違和感にも批判があった。宮内庁側は皇室の尊厳を守るため、自分たちで統制できる範囲での庶民、平民アピールに止める意図があり、婚約内定発表直後にニュース映画用の撮影の機会があったが、和子内親王の肉声は録音させなかった。実際に性的願意のある記者の質問や報道が存在した。5月20日に結婚し、皇籍を離れた。当日は皇居前広場に2000人が集い、そこから港区高輪の降臨閣まで人波が途切れることなく延々と続いていた。花嫁衣装は姉東国重子の婚礼の際に帝名皇后が作らせたものだった。降臨閣で行われた婚儀には祖母皇太后、父天皇、母皇后も参列したが、翌日に明治記念館で高司夫側が開いた披露宴には欠席した。なお皇室典範制定以降、天皇の王女並びに内親王の御位にあるものが皇族以外に嫁ぐのは初めてのことであった。和子内親王の降嫁は読売新聞が選ぶ年間のニュースのうち第10位に選ばれた。和子は新婚当初マスコミに将来の希望を問われ、質素で堅実な家庭を作りたいと語った。その後もしばらく高司夫妻の動静が報じられ、また夫妻も取材に応じていた。和子は1955年に一度妊娠したが死産となった。1964年4月29日、生存者叙勲の再開により内親王の御位を遡って勲一等宝冠章を授与された。同年5月1日に松前の島津孝子夫妻がワシントンへ向かう際には盛大な見送りに高司夫妻も参加した。和子さんの夫高司利通は1966年、和子さんがまだ30代半ばの時に亡くなりますが、普通の亡くなり方ではありません。行きつけの銀座のバーのママ前田美智子さんの自宅で、二人ともバスローブを着た状態で一酸化炭素中毒で亡くなります。主要新聞は立場に配慮して知人宅での事故死変死と報じますが、当然
状況は日本中に知れ渡ります。プリンセスとして生まれて若い日々は戦争の最中で不自由な生活を余儀なくされ、父親である昭和天皇は戦後米国の占領下で戦争犯罪を問われるかもしれないという状況にあり、皇室制度の存続が決まり、新しい時代が始まって王女の初めての民間皇嗣として話題を集めた方です。まさか自分の夫が他の女性の自宅でバスローブ姿で亡くなるなど想像もしなかったでしょう。この5年前の1961年には長子であり、良き相談相手でもあった東国宮家に嫁いだ東国茂子さんが若くして亡くなっています。和子さんはご主人の死後、自宅に強盗が押し入り、傷を負うなどの不幸にも見舞われます。昭和天皇はそんな身の娘の身を案じ、赤坂御用地内に和子さんを住まわせます。すでに民間人となっていましたので、これについては批判もあったようですが、父親としては放っておけなかったでしょう。国民に批判されてでも娘を守りたかったという父親の愛情でしょう。弟である当時の皇太子夫妻は姉である和子さんを気遣ってご静養などに誘い、お子さんたちと一緒に過ごします。私は伴侶が亡くなるまでこれを純粋に美談だと思っていましたが、死別後はそのお気遣いはもしかしたら和子さんにとっては逆に辛かったかもしれないと思うようになりました。もちろん弟夫妻が気遣ってくれるというのは純粋に嬉しいと思いますが、自分の子供は死産、目の前には仲睦まじい弟夫妻とその子供たち、しかも弟のお嫁さんである皇太子妃の名前は夫と一緒に亡くなっていたバーのママと同じ美智子さん、和子さんの胸の内は分かりませんが、気遣いはとても嬉しいけれど辛い、そんな気持ちだったかもしれません。高司和子さんは父である昭和天皇が崩御し、時代が平成になった年に後を追うかのように59歳で亡くなりました。昭和天皇は自分が亡くなって後ろ盾を失ってしまう娘を不憫に思い、あえて天国に呼び寄せたのかもしれない、そんな風にも思えます。悲劇の王女と言われる人は歴史上たくさんいますが、この方もその一人かもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。